面はノルルウェーーーののオススロ出身のミュュジジシャン、ビジュアルアーティスト、バンドアオハのキーボーディスト、ギタリスト。愛称のマグスやソロ名義のマグネ F でも知られる。1984年のデビュー以来のアオハのメンバーとして主にキーボードギターを担当。デビュー当初はポール・ワクター・サボイと共作することが多かったが、2002年以降はアルバム収録の過半数を単独もしくは、 モートン・ハルケットとの共作で手掛けている。1994年以降、アーハの活動と並行して、同じノルウェーのチェーティル・ビュールキストランドと組んだユニット、ティンバーサウンドとして、ノルウェーの映画やドラマのサウンドトラックを手掛けている。2004年以降は、マーニュエフ名義でソロアルバムをリリースしている。2008年にコールドプレイのガイベリーマン、ミューのようなス、アーハのマグネフルホルメン、 プロデューサーのマーティン・テレフェによるサイドプロジェクトオペラチックに参加2枚のアルバムを発表している。2016年9月ビートルズに憧れる青年たちを描いたノルウェーの青春映画イエス・タデーのサウンドトラックを担当オペラチック名義でのカム・トゥ・ギャザーのカバーも収録されている。アルバムシングルアルバムシングル音楽活動と並行して油彩画、版画 彫刻、ステンドグラス、陶器など様々な媒体を用いた作品制作を行っている。1989年に初の個展を開いたのを皮切りに、ノルウェー国内のみならず、ロンドンやディンバラパリ、北京などで個展を開いた。ノルウェー国内でのビジュアルアーティストとしての評価は高く、ノルウェー郵政省発行の切手のデザインや、ベルゲン再開発地区の大化記念モニュメントなども、 手がけている。ありがとうございます。